カリム・レキクは、オランダ、南ホラント州デンハーグ出身のサッカー選手。チュニジア人の父とオランダ人の母を持つ。セビージャ FC 所属。ポジションはディフェンダー。レキクは1999年に SVV スヘフェ人間のユースでフットボールを始め、2002年にフェーノールとのユースチームへ。同じ94年組のアナス・アチャバール、ジャンパウル・ボエチウス、トニー・ビリエナ。 テレンス・コンゴロ、カエル・エベシリオと共に、ユース各世代を経験したが、2011年夏に、マンチェスター・シティ・ FC へ移った。2011年9月21日に、フットボールリーグカップのバーミンガム・シティ・ FC とのホームゲームにおいて、ウェインブリッジとの交代で、トップチームデビュー。2012年12月22日、プレミアリーグのレディング・ FC とのホームゲームにおいて、 マンチェスターシティの最年少外国人選手としてデビュー。スタメン出場し84分にジェームズ・ミルナーと交代した。2012年の冬、ポーツマス FC にレンタル移籍し、2013年の冬にブラックバンド・オーバーズ FC にレンタル移籍した。2013年7月8日、オランダの競合 PSV、アイントホーフェンへのレンタル移籍が発表された。 2015年7月2日、マルセイユへ完全移籍。2017年6月17日、ヘルタ・ベルリンに移籍した。2020年10月5日、セビージャ FC と5年契約を締結した。オランダ代表として2011年6月に UEFAU-17 欧州選手権を制した。マンチェスターシティの下部組織で歴区を指導した。 パトリック・ビエラは2012年11月に、レキクには、生来の落ち着きと CB としてのオーラがある。3年以内に、マンチェスターシティのスタメンになれなかったら間違いなく、我々の失敗と語った。ありがとうございます。